31ってどんな感じですかそれ俺に聞いてるのそう、俺に聞いてるのえ、31の女性をどう思いますかって俺に聞いてる今それとも俺の視聴者に聞いてるのそれともその女の子に聞いてるのはいお、俺に聞いてるんだ。ま、あ厳しい現実、俺はね、本当に優しいんだよ。で、あのー、なんでアイドル崩れのさ、あの生主とかはさ、いや全然女って30ぐらいが一番可愛いでしょって言うじゃん。お終わってる、俺の中では。 お25以降の、最近はちょっと俺が引き上げられて、まあ、27、8ぐらいまでは、まあまあ、かわいいなって、思うけど、30か。なんか物で例えるなんだろうな。あのー、北海道に売ってるさ、木彫りの熊みたいな感じ。あれぐらいの俺の中の価値観かな。うん。木彫りの熊。 ただいいじゃない、それで。なんかね、本当の俺はフェミニストだと思うんだよ。例えばさ、美魔女とかが、ちょっと今から、あの、言うからさ、ちゃんと今の奴ら、あの、逃げないでね。美魔女とかがさ、私全然、肌のお手入れとかしてなくてもこんなに綺麗なんです、つって。あれってさ、間接的に一生懸命働いてる、シワだらけのお、お母さんたちをディスってるからね。俺はそうあるべきだと思うんだよ。年取ってきたらさ、女っていうのはさ、30ぐらいで子供、お前ねさ、さっきの31のクソババアもさ、ね、もう女としては終わってるけど、やっぱ母親として生まれ変わったんだよ、お前は。 一歳だよ一歳いいじゃない、それでお母さんで立派じゃない目尻にシワができてさ、ほうれい線も深くなってさ、いいじゃないか、それで素晴らしい人生だよそれの意見に対して、教えてくんねえかさっきの人。教えてください。<laughs> え、帰ったの、クソバ,バア くたばれよ、ほんとに。<laughs> そんな。てめえ見てる、興味ねえババアに俺は優しく声かけてやったのには。は見とけよ、ちゃんと。勉強しろよ、せんべい食ってねえで。逃がした。コラボありにしてね、間違えて。頼むよ。小文字にはもう少しが、確かにな。そうだ。間違いだったら落ちます、ちょっと待ってくれよ間違いじゃねえよ なんですぐ諦めるんだよ諦めるなよそんなんで。粘着してて、そいつ放送してるんだか俺、閉じから、俺、コラボしようぜ、コラボくそ <laughs> 悲しい。悲しい。今更その場は、の息子に申し訳なくなってきたそうだな。お子さんは大事にしてあげよう。お子さんは。 お前の居場所を簡単に諦めるな。そう、なんかあれしようぜ。今度来たらさし、ちょっと優しくして、染めよ、俺色に。そう、俺色に染めていこうと思います。<laughs> 初見いるからお茶どうぞしよう。どうも。女の子に優しいで有名な、加藤淳一と申します。ちげえんだよ、でも。<laughs> お前ってやっぱり舐めてるよ、なんで。 何を舐めてるの女を舐めてるってこと俺女にめっちゃ優しいぞ。ほんとに。放送で、耳触りのいい言葉をな、喋ってるのが優しさじゃねえんだよ。ちゃんと事実を、だってそうじゃん別に。なさ、いやまだまだ30歳、これからだよっていうのは俺は違うと思うから。別に一生懸命子供育てて、顔中シワだらけになってる女性俺すげえ素敵だと思ってるし。自分の母親、尊敬してるし。クソババアだと溶けてんだぞ、うちのババア顔が。 私ってまだまだいけてるでしょって、うん、いけてるよーって、言ってますけど。いい話だっただろう。俺だからテレビに出てる美魔女とか大嫌いなんだよ。なんかその世の断りを無視した。当たり前じゃねえかよ、それが。いいと思う。ただ俺年下よりは年上の方が好きだけどね。そんなこと言ってくれる人、家族ぐらいしかいねえぞ、どういうこと なんでこんな良い,い人に分かってくれないれえよな。だって厳しい言葉をさ、よくあれじゃん、会社とかでもさ、その会社の社会のためを思ってさ、憎まれ口叩いてる奴が嫌われるだろで、耳障りの良い,いことばっかり言ってるさ、なんか一見優しそうに見えた性格のある奴ばっか評価されてくんだよ。深い。深いところで俺を評価してくれ。深いところ、深いところで。俺たちだってれえんだよ。 美魔女とかって自然の摂理に反してることが美しくなそうだよな。気づいてほしいよな。はじめしゃさとか言っちゃうんだよな。